また新しいタブレットが到着しましたので紹介したいと思います。今回紹介するのはこちらです。ブラックビューのタブ 10Wi-Fi です。こちらのタブレットはですね、えー、タフネススマートフォンやタブレット、あるいはミニ PC でおなじみのね、ブラックビューの、まあ、10インチクラスの格安のタブレットになります。えっ、ー、と、日本のアマゾンで価格は1万円台半ば、ちょっと上ぐらい。2万円をしっかり切った価格で購入できますので、 まあ非常にね、買いやすい価格のタブレットになっています。それでは早速見ていきたいと思います。箱の裏に主なスペックが書かれていますので、こちらで確認をしていきたいと思います。えっ、ー、と、ブラックビューのタブ 10Wi-Fi ですね。で、名前が Wi-Fi なんで、このね、タブレットは SIM カードは入りません。Wi-Fi モデルですね。Android バージョンは13です。SOC は MT の8788です。まあ、ローエンドの SOC ですね。ユニソックの まあ、t の600番台と、まあ、似たような性能かなと思います。バッテリーは 7680mAh ですね。ディスプレイサイズは10.1インチ。ただ、解像度は 1280×800 ということなんで、HD 解像度ですねで。カメラが、インカメラが500万画素、アウトカメラが1300万画素、ラムは8イトで、ストレージは2ゴロです。日本の Amazon で販売をしていますので、しっかりと技的マークもあります。 それでは同梱品も見ていきましょうか。まず充電器付属しています。これは10ワットですね。えー、ちゃんと PSE マークが付いていますで。あと充電用のタイプ A、タイプ C のケーブルに、あとスタイラスペンも付属しています。これも付いてますね。あとシムカードは入りませんけど、おそらくマイクロ SD カードスロットがあるということで、まあシムピンみたいなものがね、入っています。あとは多言語に対応した説明書と、 ま、本体ですね。こちら本体になりますけれども、本体もちゃんとカバー付きですね。いわゆるお風呂の蓋状態のカバーまで付いています。で、さらにさらに、あのね、このダンスフィルムですね。はい。いわゆるこういう硬いやつです。硬い感じのフィルムが1枚付いてるということで、フィルムが付いて、ケースが付いて、ペンも付いて、充電器も付いて、1万円台。 中ば少々上っていうことなんで、かなり安いですよね。とにかく、もりもり含めて2万円しっかり切った激安の10インチのタブレットですね。それでは本体の方見ていきたいと思います。まずですね、割とかっこいいというか質感がいいですね。で、これおそらくプラスチックだと思うんですけど、ちょっとね、もしかしたらアルミかもしれないっていう感じの仕上がりですね。 非常にいい仕上がりです。もしかしたら本当にアルミなのかなまあでも、あのー、まあプラスチックじゃないかなと。価格考えてもプラスチックじゃないかなと思いますけどね。まあこの辺もなんか一体成限になってるんで、まあおそらくプラスチックんじゃないかなと思うんですけどね。まあいずれにしてもこの価格にしては割とスッキリとして、このね、背面の仕上げプラスチックにしよう、アルミにしろ、まあ結構綺麗でいいと思いますね。割と高級感はあると思います。 インターフェース関係見ていきましょうか。えー、と、まずですね、短い方の辺にスピーカーがありますね。で、電源ボタンとボリュームボタンです。逆サイドの方に、えっ、ー、と、スピーカーがあって、ここにタイプ C ですね。で、ここにマイクロ SD カードスロットですね。で、角に3号のイヤホンジャックもしっかりと装備しています。マイクロ SD カードも利用できます。最大2イトまで対応しています。それでは、重量を測ってみましょうか。 重量は4 5 2ムですね。まあ決して軽くはないとは思いますが、まあ重たくもないので、で、持った感じもですね、まあ意外とね、スッキリしていて軽く感じましたね。本体の厚みはですね、7 8ミリですね。まあ思ったよりは薄いかなという感じですね。価格考えたら結構頑張ってるんじゃないかなと思います。 それではですね、端末の方ね、早速立ち上げてみました。最初から入っているアプリはこんな感じですね。まあ、ちょっとゲームとか入ってますかね。まあ、ブラックビューの端末は、まあ、こういうゲーム入ってるやつ結構ありますかね。ストレージの方はですね、2 5 6イトです。この価格を考えたら結構大容量ですよね。初期の状態で使っているストレージは1 1 3 8イトということで、 まあ非常に少なくなってますね。ゲームとか入ってますけど非常に少ないです。解像度がね、フル HD ということなんですけれども、まあ写真とか見る分にはそれほど気にはならないかなと思います。それじゃ視野角も見ていきましょう。こんな感じですね。まあこれは一般的な感じかなと思います。ローエンドのね、タブレットになりますので、基本的な使い方としてはやっぱブラウジングとかまあ動画視聴ということになると思います。 それではブラウジングやってみようかなと思います。はい。先読みを含めて、はい、こんな感じですね。お、先読み込まれてますね。ここで動画や写真で引っかかる。はい。まあでもラム8ギガバイトなんで、割といけますね。ブラウジング割といけますね。はい。悪くないんじゃないかなと思いますね。それじゃあちょっとニュース見てみましょう。 はい。写真も含めて特に問題はありません。まあ、ブラウジング程度であれば十分使えるかなと思います。今ですね、ブラウジングしてみた感じ、割と先読みもね、しっかりとできましたので、まあ、ラムはですね、もともと 8GB なんですけれども、さらにねえ、拡張機能に対応しています。で、今 5GB トデフォルトで増えていましたので、まあ、一応 13GB になってたということですね。 やっぱりそうなってるとね、ブラウジングとかでも少し余裕が出てくるのかなという感じです。アンツツベンチマークも一応やってみました。バージョン10ですけれども、スコアの方は24万点ということですね。当然ライトバージョンにはなっていますけれども、 まあ GPU も3万3000点ということで、まあこのスコア見てもですね、もう完全にローエンドのタブレットといった感じです。まあやはりですね、ユニソックの T の606とかね、まあ下のユニソックのね、端末とまあ同等性能かなと思うんですけれども、まあただエメディアテックなんで本当はシムカードが使えれば、まあユニソックのね、SoC は皆さんもご存知の通り、まあボルテが使えないっていうね、まあ不,、まあ、不具合っていうか、日本だとボルテが 使えないんですけれども、まあメディアテックの SOC だったらね、まあボルテが使えるので、まあなんかせっかくメディアテックの SOC を搭載するのであれば、やはり sim カードが利用できる端末の方が良かったかなというところで、そこはちょっと残念ですね。続いてはですね、ブラウザのベンチマーク、奥端ベンチマークやってみました。スコアの方は1430点ということで、まあこれを見てもやはりローエンドといったところですね。 それではこちらもいつもやってますね。Google マップで東京駅を検索してみましょう。はい。まあ特に問題ない感じですね。うん、少しやっぱカクカクしてますけれども、まあ使えなくはないといった感じでしょうか。あれちょっとなんかおかしいかはい。ちょっとなんかずれてるような気がしますけどね。はい。なんとなく タッチパネルの精度がいまいちなのかな。はい。処理というよりもなんか、妙な動きをしてますね。まあ処理の方は多少やっぱカクカクはしてますが、まあ使えないほどではないかなと思います。まあたいね、まあ先ほどのスコア見ても、このぐらいの挙動かなと思いますね。まあだからそんなにこうね、ユニソクの端末より劣ってるっていうことはないと思いますけど、で、こちらの端末はですね、 メディアテックの SOC なんで GPS も使えたらいいなと思ったんですが GPS にも対応してないんですね。だからなんかせっかくやっぱりねユニソックじゃなくてメディアテックを使ってるのにシムカードも刺さらないし GPS も使えないということで、まあ、ユニソックの弱点っていうのはやっぱりボルテが使えないことと GPS 性能が良くないっていうことなんですけどまあその代わりにメディアテックなんですが両方とも使えないということでやっぱこの辺がちょっと残念ですね。 それでは次はね、YouTube でフル HD60 フレームの動画を再生してみました。特に止まることなくね、スムーズに再生ができています。まあ、もともとですね、この端末 HD 解像度なんで、まあ、フル HD で再生する意味はないんですけども、ただ60フレームにすると結構ね、性能が低い端末だと途中で止まってしまったりするんですが、この端末はスムーズに再生ができていますね。まあ、だから YouTube の動画視聴用のタブレットとしては特に問題ないと思います。 ススピーカーカの、ね、テストやってみましたこの端末はね、横の短い方の辺にスピーカーがね、まあ、左右にあるということですので、位置がいいですね。まあ、この位置にあった方が、やっぱり音の広がりという部分では、 まあよく聞こえるって言いますかね。スピーカーの品質は多分同じかもしれませんが、やっぱり横にあった方が、左右の横にあった方がよく聞こえるかなと、広がりがいいかなと思います。まあよくですね、この長い方の辺のね、下にあるやつもあります。まあこれはデスク面に反射して音が聞こえるっていう感じなんですけども、やっぱりそれよりはね、個人的にはやっぱ直接音が こう耳に入ってきた方がいいかなっていう感じなんで、まあそういった部分で、まあ安い端末ではありますけれども、まあ位置が悪くないので、まあそういった下から出る端末よりは音の響きがいいかなと思います。それではね、カメラ見ていきましょうか。カメラはですね、ブラックビューのよくね、カメラアプリに、あの、アークソフトっていうところの、まあなんかソフトがね、使われてますよっていうことが出てるんですけど、この端末もアークソフトのマークがついてましたね。 で、まあタブレットのカメラアプリとしては割とナイトモードとか動画、ビガンモードとかですね。そういった後、設定も含めて割と凝った設定ができる。だからアプリの作りはしっかりしてるかなと思います。まあただ、この価格のタブレットでそこまで写真をまあ追求するかっていうところですよね。まあないよりはいいかなっていうぐらいですね。ちなみにプロモードなんかも搭載していて、ここでなんかフォーカスとかね、ISO 感度とか、 まあ設定できるみたいですね。シャッタースピードとか。まあこの辺の機能があるタブレットっていうのはあんまりないのかなと思います。ではね、いつもやってます通り、まあ言ってもメモ的な使い方をするカメラかなと思います。それではね、テキストちゃんと読めるか見ていきましょう。写真撮影します。実際に撮影した写真ですね。はい。しっかり撮れてますね。だからメモ用のカメラとしては十分利用できます。まあただこれは同価格帯の タブレットはみんなこれぐらいはできますので、まあそういった部分で言うと、まあ十分ね、そのメモのカメラアプリとしては役目を果たしているかなと思います。それでは、おパンチウサギ映してみましょう。おパンチウサギ映してみました。あれなんか割と綺麗だな。あんまりノイズが比較的少ないかな。結構ね、ノイズが乗ってるものが多いんですけど、あ、そうでもないか。被写体がピンクで割と乗りづらい、ノイズがわかりづらいってことかな。 はい。まあ一応そうですね。カメラアプリとしては、まあ通常のね、タブレット用のカメラといった感じでしょうか。お、パンチュー先かわいいな。で、この端末はね、ブラックビューの端末なので、ドーク OS なんですね。少しカスタマイズされた OS を搭載しています。でそのドーク OS には、PC モードっていうね、まあいかにも PC っぽく、こういったウィンドウモードで使える まあ、機能が搭載されているんですね。なので、キーボードやマウスをつけると、まあ、ちょっとパソコンっぽい感じで使えるんですね。もしかしたら、この端末のメリットはここにあるかもしれません。他のね、まあ、同等クラスの まあ And、Android タブレットたくさんありますけども、やっぱりね、PC モード搭載しているのはブラックビューの端末ならではじゃないかなと思います。それではこのね、PC モードがありますので、ここからね、オンにすると、まあ、PC モードに入ります。あとはですね、キーボードを接続すると自動的に PC モードになりますとか、まあ、この辺の設定もできますんで、キーボードをね、接続すると自動に PC モードに切り替わる設定も可能になっています。それではですね、こちらが PC モードになって います。まあ、見た感じもね、ちょっとしたパソコンに見えますね。キーボードとマウスつけるとグッドパソコン感がアップします。で、さらにこの下にタスクバーみたいなものがありますね。まあこの辺も Windows や Chromebook でもだいたい下がね、こういったタスクバー的な感じになってます。こういうのがあるとね、すごくパソコンっぽく見えると思います。で、ここからですね、まあ検索だったり。 まあ例えばこれボリュームですけどね。まあ、これはあのコントロールパネルみたいなものがただ立ち上がるだけなんですけども、まあ、ここででもね、マウスがあれば PC のように使えるということですで。実際のアプリはこちらにね、ランチャーが入っていて、ここから選択するような形になります。それではね、実際にアプリを何個か立ち上げてみました。そうするとここにですね、まあ、この辺もね、いかにも Windows っぽく、 まあね、起動しているアプリが表示されています。それではとりあえずブラウザ起動してますんでね。で、こんな感じです。まあちょっとやっぱりね、パソコンっぽい感じですよね。で、このウィンドウは当然マウスで操作することができます。じゃあ例えば次、Google マップ表示させてみましょう。まあこういう感じでね、ウィンドウを重ねているような感じで、この辺もいかにもパソコンといった感じですね。あとじゃあ Google Keep ありますので、Google Keep ね、一番上に持っていきたいと思います。で、キーボードをつけてますんで、 まあこれで文字入力すると、まあちょっとやっぱね、パソコンみたいな感じで書類なんかの作成も、まあ簡単なね、書類の作成の下書きぐらいだったらできるんじゃないかなと思います。東京とかですね、えー、神田、秋葉原みたいな感じで、まあちょっとした文章入力だったらこれでも十分できると思います。もちろんですね、PC モードだけではなくて、従来からあるね、画面分割も利用することができます。 で、さらにね、この端末は、まあ、ドークオイスということで、ここにね、サイドバーなんかもね、やっぱりこの辺はカスタム機能なんですけれども、まあ、こういったものも利用できるようになっています。で、もちろん、この、えー、サイドバーはですね、ここで自分の使いたいアプリをこのね、サイドバーの中に入れたりして、まあ、自由にね、カスタマイズすることが可能になっています。例えば、じゃあ、ここから、えっ、ー、と、Google ドライブ開いてみましょう。そうすると、こんな感じでね、簡単に、まあ、使いたいアプリをここから呼び出すことができます。 それではね、付属の充電器は1 0トだったんですけども、まあ高速充電にね、対応しているかどうか見ていきたいと思います。まあ1 0トの充電器がついていても、1 8トの高速充電に対応しているタブレットってあるんですよね。ちょっと挿してみましょうか。はい。ああ、これはやっぱり1 0トですね。ちょっと残念。それではね、最後、おまけのね、スタイラスペン見ていきたいと思います。 これはですね、先端がこういうお皿状態になったものですね。まあ、よくあるタイプだと思いますけれども、だから筆圧に対応しているとかね、まあ、そういったスタイラスペンではありませんので、まあ、あくまでも指代わりにタッチするといったペンになっていると思います。ただこのお皿型のやつは文字なんか書いたりするにはね、あのペン先も見えるし、割と使いやすいと思います。それではちょっと書いてみましょう。はい。 こんな感じでですね。まあ割と書きやすいかなと思いますんで、まあイラスト書いたりとかね、ちょっとそういう細かいものを書くっていうには向かないんですけど、ただ文字を書いたりとか、まあ、こういう指示をね、出したりとか、簡単な図形とかね、ちょっとしたメモを書く程度であれば、まあ十分使えるかなと思いますね。ということで今日はですね、ブラックビューのタブ 10Wi-Fi を紹介させていただきました。 格安のね、10インチクラスのタブレットということで、日本のアマゾンで購入ができてですね、さらに価格は2万円以下。まあ実際セール価格では1万6千円台ということなんで、まあかなり買いやすいタブレットになってるんじゃないかなと思います。で、この端末の売りはやはりですね、まあこのね、価格帯のアンドロイドタブレットって他社も含めてめちゃくちゃたくさんあるんですけども、やっぱりブラックビューが出しているということで、その同向ですですね、PC モードとか、 あとサイドバーとかね、ちょっとそういった使いやすいカスタムされた機能がありますので、まあそこにメリットを見出せる方には非常に使いやすいタブレットじゃないかなと思います。購入先については動画の説明欄にリンクを置いておきますのでそちらの方から確認をしてみてください。はい、今回は以上です。